こんばんは、皆さんおめでとうございます、今回が初めてのお祭りということで、そこにですね、僕の作品のビオフラワー、これはあの2010年の横浜トリエンナー、六本木のアートナイトの時に、国立新美術館の前に展示してたものですね。だからそれがあのここへ、来ることができて、1回目の皆さんの、お祭りに参加できてすごくあの光栄です。で、ちょうど今ですね、新宿で明日までになります。西新宿の住友不動産のグランドタワーにすごい大きな新作が出てますので、ぜひ新宿に明日行ってください。それでは、この作品を作っていただいた、バルーンメーカーの安本さんをご紹介します。今は草間彌生さんをはじめ、日本のですね、代表的なアーティストの作品をたくさん作っております。では安本さん、作ったのは僕ではないです、考えたのは僕ですから。作った安本さん、どうぞ。はい、すいません、安本です。今あの椿さんの方から紹介していただいたんですけれども、いろんなアート作品を作らさせていただいてます。僕にとってあのアート作品を作らせていただくっていうことはすごくアートに触れる機会でもありますので、皆さんもこの機会にアートの作品に触れて、もっともっとそのアート作品を好きになって、いただければなと思っております。じゃあ雨が降ってきましたが、もう少し楽しめると思いますので、ここへ、ね、呼ばれた原因は名倉さんが、五島列島ですね、五島列島でこの作品を展示してイベントをやったことがあります。五島列島とかいろんなところをこのビオフラワー回ってきてますので、この後は神田の方にも10月の後半から11月まで常設されます。ぜひ、また皆さん会いに行ってやってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。